1> 海 -1 はアメリカ海軍の潜水艦 F9 潜水艦の一番艦当初の艦名はカーアップとしてカリフォルニア州サンフランシスコのユニオン鉄鋼所で寄港した1911年9月6日に JA ナ難によって浸水し1911年11月17日に海 -1 と改名1912年6月19日に J.B. ハウエル中尉の指揮下収益した。太平洋水雷小艦隊第一潜水艦部隊に配属された海 -1 は、サンフランシスコ海域で活動し、大焼け身及び試験を1913年1月11日まで行った後、小艦隊に合流し、サンディエゴ、サンペドロ艦、続いてサンディエゴ湾での訓練を行った。 1914年7月21日から1915年11月14日まで、小艦隊は、ハワイ州ホノルルを拠点とし、ハワイ諸島での開発計画に従事した。海マイナス1は、1916年3月15日から1917年6月13日まで、限定収益状態にあり、完全収益に復帰した後太平洋、艦隊偵察部隊に所属し、 海中戦術開発のため水中及び水上での任務に従事した。この艦海マイナス1はサンペドロを拠点として活動した。1917年12月17日、サンディエゴのポイントロまで艦隊演習中に海マイナス1は海マイナス3と衝突事故を起こす。海マイナス1は左舷が機関室まで避け10秒ほどで沈んだ。19名が死亡し、3名が 良館に救助された。ありがとうございます。